コルマールはフランス東部、グラン、テスト地域圏のコミューンである、オーラン県の県庁所在地。主な産業は電気機器電気部品製造製薬業。旧市街の街並みコルマールはかつて現在のドイツを中心とする新生ローマ帝国自由都市であり、歴史ある街である。コルマールに触れた最古の文献は823年のものであり、そこではこの街は、 コルンバリウムとして言及される。13世紀初頭には町に城壁が築かれ、1226年にはコルマールに帝国自由都市の資格が与えられた。1354年にアルザス10都市が結んだ10都市同盟にもコルマールは参加している。この同盟の目的は帝国都市としての権益と自由を擁護することにあった。17世紀後半、アルザス地方がドイツ圏から フランス王国に割上されるとともに、ドイツ文化圏のコルマールは、フランス領アルザスの一都市となった。フランス革命後、1791年の旧、地方区分廃止と県の設置に伴い、コルマールは、オーラン県の県庁所在地となった。不屈戦争で、フランスがプロイセンに敗北した後、1871年、アルザスは、ドイツ帝国に割上され、コルマールは、 ドイツ領エルザス・ロートリンゲン州の一部となった。1918年にフランスは再びコルマールを自国領に編入した。第二次世界大戦で1941年、フランスがドイツに降伏すると、コルマールはバーデン・アルザス王下区に編入された。同地はドイツ国土の一部とされ、1942年にはドイツ国防軍がコルマールに侵入した。 コルマールに連合軍が進駐したのは1945年2月である。鉄道もあるが、貨物や長距離利用が主である。市周辺の移動には、乗用車やバスがよく使われる。バスは前払い制でギップを購入する。ギップ1枚で終点まで乗ることができ、時間内な,なら乗り換えもできる。中心部付近では自転車での移動も便利である。コルマールの旧市街には、中世から、 ルネサンスの街並みがよく保存されている。また、ウンターリンデン美術館はドイツ中世絵画のマテアス・グリューネバルトのイーゼンハイムの祭壇画をはじめとする中世絵画及び工芸品を展示する。また自由の女神像などを制作した彫刻家フレデリク・バルトルディはコルマールの出身であり、その成果は現在記念館となっている。プフィスタの家郊外には 多数の日本企業が進出しており、そのため転勤による日本人住民も比較的多い。日本人児童は現地の学校に編入するのが主であるが、学校側も昔よりは受け入れ慣れしてきているほか、教育面でのサポートとしてコルマール補修校があり、週一で日本の教育を受けることもできる。また、郊外の村、キンツハイムには2005年まで、 在外教育施設であるアルザス成城学園があった。英国オックスフォード大学院留学中であったヒロノミるナルヒト新能と・とハーバード大学在学中であった大和田雅子が1984年9月に会っていたと一部マスコミ記事で報じられたことがある。土地でもある。ただしコルマールでの二人の出会いは公式には認められていない。東京発の店舗からパリに 逆進出したパティシエのピエール・エルメも、この地の出身、スタジオ・ジブリが制作したアニメーション映画、ハウルの動く城の冒頭に描かれた街並みは、フランスのアルザスにロケを反したもので、特に1537年に建てられたルネッサンス建築のプフィストの家はそのままに描かれている。また、アニメ、ご注文は、ウサギですかの舞台のモデルになった都市でもある。コルマールは、 以下の都市と姉妹都市締結を行っている詳細はカテゴリーコルマール出身の人物を参照ありがとうございます。